これで失意の目は回収できた。さてサスケ、お前は木の葉に向かうと言っていたが、それはやめておけ。焦らずアジトに戻り、休息を取ることが先決だ。これまでの戦いでお前は道術を使いすぎた。光を失いかけているのは分かっている。今木の葉に向かっても何もできんぞ。あと、これは忠告だが、あの女、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。我らのことを知りすぎている。我ら、俺がいつお前の仲間になった？まあいい、また会おう。じゃあな。サスケくん。サクラか。昔とまるで感じが違う。これがサスケくん。何しに俺の前に来た？サスケくん、私もサスケくんについていく。木の葉を抜ける。お前が俺についてきて何の得がある？何を企んでる？何も企んでなんかない。サスケ君がこの葉からいなくなって、私あの時一緒に行かなかったことをずっと後悔してた。サスケ君の望み通り動く。もう後悔したくない。俺の望みを知っているか？そんなの何だっていい。私はサスケ君の言う通りに。この葉を潰す、それが俺の望みだ。お前は本当に俺のために木の葉を裏切れるのか？サスケ君がそうしろと言うなら。なら、それを証明してもらおう。こいつにとどめを刺せ。
そうしたらお前を認めてやる。どうしてこの人はサスケ君の仲間なんでしょ？今のこいつは俺にとって必要ない存在だ。私が今サスケ君を倒せば全てが終わる。やめろサスケ。できないのか。サスケ君、お前はここで消す。あの耳に私の声は届かない。あの目に私は映ってない。今のサスケ君は私の知ってるサスケ君じゃない。この世界にとって混乱を生む存在になってしまった。だったらせめて私の手で。あなたを止めてみせる。戦闘開始。サクラ、お前の力じゃ俺は止められねえよ。Thank you.
る力すべてを出して、サスケ君を止める。お前に俺の気持ちは理解できない。俺とお前は相入れない存在だ。いくらお前が抗おうが俺には勝てない。もうやめて。復讐なんてやっても誰も救われない。みんなサスケくんのことを心配してる。また一緒にサスケくんと歩くことを望んでる。もう一度みんなを思い出して。全員笑ってやがれ。イタチの命と引き換えに笑ってやがれ。何も知らずに一緒にヘラヘラ笑ってやがれ。今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。本気の殺意落ちたな、サスケ。次から次へと。次はあんたか、カカシ。サクラ、お前一人でサスケをやろうとしただろう。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。サスケ、一言だけお前に言っておく。復讐に取り憑かれるな。お前を倒したくはない。俺をいつでも倒せるみたいな言い方だな。
いつまでも先生ずらすんじゃねえよ。俺はあんたを倒したくてうずうずしてるんだぜ。かかせ。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復してやれ。今ならまだ間に合う。先生は、お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。まあこれは俺の役目だ。落ちても自分の弟子だったオロチマルを可愛いと思ってたんだな。三代目ホカゲ様がどんな気持ちだったか今になってわかるとはね。それならあんたは三代目の二の舞を演じることになる。可愛い弟子だからこそ、お前がこれ以上闇に落ちる様は見たくない。サスケ、お前は俺が止める。命に代えてもな。間に合ってくれ。もうすぐだ。この葉も全て潰す。さすがに強くなっているな、サスケ。さて、これからどうやって。サクラ、やっぱり先生だけに重荷を背負わせるわけには。なんで出てきた。私がサスケ君を止める。私が。ずっと第七班で一緒ならいいのに。さすがサスケくんね。さくら、ありがとう。なのに。
だ。よせサスケ。それ以上にいいタイミングだよ。お前まで来ちゃうとは思わなかったが。サスケ、さくらちゃんは同じ第七班のメンバーだぞ。元第七班だ。俺はな。今ので分かっただろ、ナルト。サスケはもう昔のサスケじゃなくなってる。サスケ、イタチの真実ってのをマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよくわからねえけど、どっちにしてもお前のやってることは分かるってばよ。分かるってんだ。何が。親も兄弟もいねえてめえに何が分かる。他人は黙ってろ。さっきだ。さっきやっとイタチの仇を討てた。この葉の上役、断蔵をな。何？あの断蔵？今までにない感覚だ。怪我された内葉が浄化されていく感覚。腐れ切った忍び世界から内葉を決別させる感覚。ある意味お前たちこの葉がずっと望んできたことだ。内葉を否定し続けたお前たちの望み通り、お前たちの記憶から内葉を消してやる。お前たち、この葉の全てを潰すことでな。つながりを断ち切ることこそが浄化。それこそが本当の内葉の最高だ。憎しみ、その積み重ねの歴史が今のサスケを作ってしまった。もういいだろう、ナルト。ここは俺に任せろ。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。カブス先生、ここは俺にやらせてくれ。もう少しでわかりそうなんだ。お前、何を言ってる。次はお前か、ナルト。Thank you.
の一戦で答えを見つける。戦闘開始。潰してやるよ、ナルト。では復讐が全て。サムネを必死に修行してやっとここまで来たんだ、サスケ。どんなに復讐を口にしても、どんなに俺たちから離れようとしても、俺たちのつながりは、やっとできたつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。影になるっていう夢があるんじゃないか。俺を追い回す暇があったら修行でもしてやれよ、ナルト。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだ、サスケ。
もしかしたらサスケ。お前と俺が。逆だったかもしれねえ。サスケ、お前も知ってんだろ？俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって分かって、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が、つながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくて、ずっとお前を追いかけた。だから、サスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて、本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、
お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。俺は万華鏡シャリンガンを使いすぎたか。帰って休めと言ったはずだ。まだか。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ、戻る前にお前に伝えときたいことがある。行くぞ。待て。サスケ、さっきの一戦、あれでお前にも見えただろ。お前と俺が戦えば。二人とも死ぬ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そら全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって、初めて会った時から分かってた。そういうの。拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえよな。俺はまだ諦めてねえ。俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ。死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れでお前が潰れることは。仲間一人救えねえやつが
木陰になんてなれるかよ。サスケとは俺がやる。いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってばまだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞサスケ。まだ後で話も。いつでも来いサスケ。ありがとう。あんたのおかげで私はまだ第七班で笑い合える先を諦めないでいられる。話とは何だ。イタチの目をもらう。やっとその気になったか。サノーの使いすぎだな。もうろくに見えていないのも分かっていた。すぐに移植してくれ。しかし急だな。どうしたというのだ。俺は全力でナルトを潰す。そして奴の全てを否定してやる。それだけだ。